皆さんごきげんよう、ミルナです。見てください、海鮮パーティーラーメンを輸入で手に入れました。わざわざてってれー。はい、海鮮パーティーラーメンとは、この世で一番美味しい辛いラーメンです。はい、10年前とかにカルディみたいな輸入食品を取り扱ってる店で取り扱ってたんですけど、もうカムジャ麺とかチンラーメンとか他の韓国麺と比べて驚くほど多分流行らず、なんかスッと消えて全く見えなくなっちゃったんですけど、本当にめちゃくちゃ美味しくて、本当に多分名前がちょっとあれだったんじゃないかと思うんですけど、海鮮パーティーラーメンってね、だって何って感じなんですけど、それがなんと手に入りました。普通にアマゾンで売ってました。でどういう味かっていうと、めちゃくちゃこの海鮮の出汁、もう分かんないけどエビとかホタテなのか分かんないけど、貝とか分かんないけど、なんかめちゃくちゃ海鮮の美味しい出汁がいっぱい、なんかしっかり染み込んでる、しかも辛いっていうラーメンです。なんか辛いだけじゃなくて本当に旨味がやばいってよく言われる言い方ですけど、それはこういうこのラーメンに対して使うべき言葉です。本当にこれは美味しい。そのアマゾンの販売ページはアフィリンクをここに貼っておくんで、買って私をにさらにこのラーメンを買わせてほしいんですけど、なんかね、そこにはなんか味噌味って書いてあったんで、なんか変わっちゃったんですかね。ちょっとそれをね、今から食べて検証してみようと思います。はい、これね、説明書きもなんかめちゃくちゃ韓国語で全く読めません。じゃん、気になるね。はい、もうね、キッチンが汚すぎて私もなけなしの好感度が地に落ちますが、とりあえずスープと一緒に入れて、多分ね、430って書いてあるから4分30秒煮るんだと思います。 500ml ですね。見た目の感じはね、結構それっぽいんですけど、果たして。じゃーん、できました。さてさて、かなりの生活感では実食。もうこれでね、あの味が蘇ってくれたらめちゃくちゃ超嬉しいんですけど、でも味噌ではなさそうですよね。あの味だ、嬉しい。あの10年前とかに食べた海鮮パーティーラーメンのあの味です。美味しい。味噌じゃないですね、全然。塩味だと、からし塩みたいな味だと思います。めちゃくちゃ美味しい。でも本当にもう、なんか辛ラーメンって美味しいけど結構辛すぎるじゃないですか。でこれはなんか辛さは、まあ言うとも私なんか辛さより旨味を優先したとか言って辛くないラーメンあんまり好きじゃないんですけど、これはちゃんと辛い上にこの海鮮の出汁がうまい、めちゃくちゃ出てて、多分貝系ですね。めちゃくちゃ美味しいんですよね。あー嬉しい、本当にもう食べれないと思った。本当にカルディでも全然売らなくなっちゃって、そうマジでもう一回入荷してほしいんですけど、当時は多分1袋200円しないで買えたと思うんですけど、アマゾンだと1袋350円ぐらいになってましたね。それでももうこの味をまた食べれるなら全然安いもんです。ちょっとね、こっから私たち必死で食べるんで、みんなも食べるといいです。幸せになります。